こんにちは、花クラブの宮川です。今回はナチュラルな春のバスケットアレンジのご紹介です。とっても素敵なバスケットを見つけました。こちらです。いいですよね、こんな感じ。これにお花をアレンジしていきたいかなと思いますが、結構ね、こう中にいっぱいつるが出てきてしまってるので、これにスポンジをセットすると、まあしにくいっていうのもあるし、セロファン敷いても破れてしまうので、少しこう丁寧にカットしてスポンジがセットしやすい状態を作っておきます。柔らかそうなところだったら、まあ、そのままで大丈夫ですね。まずプチプチを敷きます。スポンジをセットします。こちら側を底の方をちょっと厚めにカットしてあります。ちょっとまだ分厚いですね。間違って平らな方を切らないように注意しましょう。こんな感じに上げたいんですね。太陽の方を向かって上にこう上昇するっていう感じなので、あまりこういう流れをそんなに作りたくない感じです。今回はこのバスケットの雰囲気に合わせて、なのでこれで首がちょっとあっち行ってますよね。なので少し茎をこうカーブさせてあげて、まあ、多少の上に上がっていくっていう雰囲気を出していきたい。こんな感じですね。そうすると首がクッと上に上がったイメージになってくれます。ここが一番背の高いお花になるので、これよりは高くならないイメージです。外に広げて上に上昇させます。こう後ろにも入れて奥行きを出します。ちょっと中の空間は開けておきますね。他のお花も入れやすい状態を作っておきます。ガマ摘みです。チューリップの下ですね、足元が後で隠しにくくなるのでスポンジを隠しておきます。後から入れにくいところを先にやってしまいますね。菜の花です。まあ、本来はこう背が高いものですが、低めに配置していきます。菜の花が入ってきただけで春って感じがしますね。葉っぱこうケール状で可愛いんですけど、すぐにこう黄色くなってきてしまうので、まあ、外しておきます。まあ、少々横から見た時のこの位置ですね、ちょっとずらしてあげます。次はパンジーですね。ちょっとこう暴れまくってきてる
パンジーなんですけど、まあどう入れましょう。こっちがこれから咲く人ですね。でここも芽を持ってきてる、これからこれ咲いてからこっちに来る感じです。でこれってこう中が空洞で割れるんですね。なので、まあ、すでにちょっと割れてます。割れてるの分かりますかね。分からないかな。でこれのね上にセロテープを巻きます。割れるお花の場合にこうしてもらうと、まあ、割れずにスポンジに刺しやすくなります。セロテープ巻いてからセロテープの上を切るんですね。セロテープを切るって感じです。でそしたらこれを、ここも芽を持ってるので咲いてくる人です。ちょこっと下で咲いても可愛いですね。傾けて刺す時にはこっちが長くなるようにカットします。そうするとスポンジに刺しやすくなります。反対に切るととっても入れにくいし、スポンジが失敗して刺し直してスポンジが割れてくるので要注意です。この向き、この向きとこの向きを気にして刺します。こういうなんか踊ってるラインもいいですね。これも目かな。こっちは終わった人です。こっちは終わった人で下のところに新芽があります。後ろにも振り出しておきましょう。まあ、順番に咲いてくるので終わってるものもあったりこれからの人もいたりっていう感じですね。こっちが終わってる人、ここがこれからの人、こっちもその子孫子供っていう感じですね。順番に上から順番に咲いて芽吹いてきます。なんか成長を感じる植物ですね。下もちょっとふがふがしてて刺しにくいかな。あんま長くしなくてもそのもうちょっと上で切りましょう。ワイヤーを入れてもいいです。中に空洞なのでワイヤー入れやすいのでワイヤーインソーションして刺してもらうと、刺しやすくなりますね。茎がこう曲がってる時に こう曲がってる時に同じ方向にカットするとスポンジに対して滑っていって入らなくなるので、こう茎が曲がってる場合はこう切らないといけないですね。わかりますかね。このトップの終わってる部分も春のこうなんか新緑っぽいイメージでいいですよね。以前にアレンジメントにおいて古い花は使わない、なんか新鮮なものを使うっていうイメージがあるけれども、アレンジに古い花を入れる意味もあるよっていう、そういうテーマで動画を作ったことがありました。まあ、自然界の中では古いものと新しいもの、果てていくものと芽生えてくるものって共存してますよね。なので、まあ、もう終わりゆく部分とこれから芽が出て咲いていく部分っていうのを入れるのも、まあ、面白みがあるかなと思います。もうすごい踊りまくってますね。踊りまくってる、なんかな、自然だなって感じですよね。ここはもうちょっと終わってる人ですけど、この
3代は。この人たちはこれからの人です。あ、わかります、わかります。これをね、こっちにカーブしてるじゃないですか。で、これを今こう切ってますよね。そうするとスポンジに対してね、滑っていくんですよ。なので、これね、こっちに切らないといけないっていう感じで、こうだとふにゃってなってるっていうのがわかるけど、わかる？わかるかな？こうね、こうがカーブしてて、こうね、で、これがこう切ると、あんま曲がった部分がなくなったの、わかります？わかるかな？見えるかな？わかる？こう反対から切ったので、そんなにカーブ部分がちょっとこう緩和されたっていうの、わかりますかね？まあ、そんな感じです。分かってもらえたら嬉しいな。あ、それとあんまり柔らかい茎を斜めに切りすぎると、潰れて入っていかなくなっちゃうので、まあ、ちょっとこう少し平らめに切ってあげます。で、刺しやすくしますね。で、あんま並べないように、ちょっとこう前後感が出るように、向きがもっと違えばもっと良かったな。この人たちはその位置にしたいので、まあいいか。で、ここでパッと咲いてくれたら可愛い。必ず切り口の近くを持って、ちょっとちょっとちょっとずつこう何回かに分けて数回送り込んで刺していきます。一気に刺すとぐにゃっと折れてしまうので要注意です。大事に大事にね、刺してあげましょう。まあ、くっついてるのでここはない方がいいですね。この人が咲いた時に咲く周りに空間が生まれるって感じになるので、まあこうあるものは外して綺麗に見えるようにしておきましょう。あ、これ以上こう中に入る刺すと、この中のスポンジが隠しにくくなってしまうので、まあ、先にちょこっとこうグリーンを入れてスポンジを隠しておきます。ここで終わりです。下のちっちゃい子もスポンジ隠しに使います。あの、茎が硬いので刺しやすいので、中のこう中心部分の指が入れにくいところに使ってもらったらいいですね。極力難しいことはしない方がいいです。柔らかすぎるのをなんか入れにくそうなところに入れない、楽に楽に作りましょう。あ、こういう枝物をポキッとこう折った方が水揚げが良くなります。切るより折って刺してあげましょう。ワイヤーを U ピンにします。で、この人ですね、このまま長い状態でもいいんですけど、少しこのバスケットに沿わせてこようかなと思います。こんな感じで少しこう沿って入ってきた方が可愛いんじゃないかなと思います。正面、右サイド、バック、左サイド、正面です。まあ、春らしくナチュラルに、カビになりすぎずに素朴な感じで仕上げてみました。この踊ってる感じがいいんじゃないでしょうか。完成です。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンもお楽しみに。またねー。